こんにちは。本日のマネービジネス会議をお届けします。大西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。以前クレジットカードの話をしていただいたんですけれども、その時に、JCB とビザ。はいはいはい。そういう話がちょっと出て、まあ、そこを話さずに終わってしまったことがあるので、そこの辺についてもちょっと今回聞いてみたいなって思うんですけれども。ああ、そうですね。はい。まあ、ビザカード、JCB カードとかっていろいろあると思うんですけど、はい。まあ、なんていうか、違いというか、まあ、選び方は、はいはい。何ですかね。質問でね、よくあるんですけど、はい。まあ、そもそもビザとか JCB とかって、どういう位置づけなのかってよくわかんないじゃないですか。ああ、うんうんうん。あれは、クレジットカードの大元の権利持ってる人たちと思ってもらえばよくて、はいはい。例えば、どっかの会社が新しくクレジットカードを自社で発行したいとするじゃないですか。うん、はい。そしたら必ずビザか JCB かマスターとか、うん。要は、国際ブランドって言われてるんですけど、はい。そことライセンス契約を結ばないとカードって発行できないんですよ。契約結ばないといけないんですね。そう。だから必ずクレジットカードは、国際ブランドが絶対ついてるんですよ。ビザとか JCB とかついてないカードないじゃないですか。はい、ないです、ないです。だから必ず、まあ、クレジットカードを使うんだったら、はい、ビザ、JCB、アメックス、ダイナースとか、うんうん、マスターとか、絶対それはつけなきゃいけない。で、逆に言うと、どこのお店で使えるかが決まると思ったらいいです。それぐらいしかないんですよ、違いは。じゃあ本当にどこと提携しても、まあ、いいはいいっていうことなんですね。まあそうなんですよ。だから自分がね、カード作るときに、ビザにしようか JCB にしようかとか迷うじゃないですか。はい、迷います。それは結局お店行った時にビザしか使えませんってお店があったらね、 JCB 持ってたら使えないじゃないですか。うんうん。そういうことがあるよっていうだけです。ほんとちっちゃい、ほんとで些細な感じの。だからどこのお店で使えるかだけなんですよ。それの話だとなんかとりあえずビザか JCB だと大丈夫みたいな感じで、うん、今私あんま使えないとこないなって感じなんですけど、アメックスとかってなんか使えないよねみたいな感じで。ああ、アメックスとかね、ダイナースとかね。日本国内の限って言えば、アメックスとダイナースは JCB と提携してるんで、うんうん。JCB が使えるお店では、アメックスもダイナースも基本使えます。JCB と提携してる？じゃあ、でもなんか国際ブランドとして同じポジションにいるのではないん？JCB って日本の会社なんですよ。はい。ビザとかね、はアメリカだったから、海外の会社なんですよ、他は全部。ほうほう。で、ビザとマスターは一応提携してるんですよ。だから、マスターカード使えるところはビザカード使えるんですよ。ビザカード使えるところはマスターカードが使えるんですよ。はい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 。で、JCB とアメックス、ダイナスも同じで、JCB が使えるところは、もう、アメックス・ダイナースは使えるんですね、日本だと。じゃあ、どこでも使えますね、なんか。基本はね、だからアメックスだから、僕もアメックス持ってますけど、使いづらいっていうことは、基本まあ、首都圏だとないです。あ、なるほど、なるほど、なるほど。でも、ビザしか使えないってお店があったときには、アメックスは当然ね、JCB が使えないんで、要はビザマスターとアメックス・ダイナース・ JCB が2つに分かれてるんですよ。なるほど。じゃあ、それのうちの1枚ずつぐらい持っとけば大丈夫って感じなんですかね。だから、ビザとマスター2枚持ってます、メインとサブですってやっちゃうと、ビザとマスター両方使えるお店同じなんで。共倒れする。そう、ビザ使えませんって言われて、じゃあ、マスターでって言っても使えないんですよ。そんなの絶対世の中の人ほぼ分かんないと思うんですけど。ちょっと分かりにくいですよね。使えないの。マスターも使えないのってなんかなりそう。だから、ビザと JCB とか。はい、はい。マスターカードとアメックスとか、うんうん、そういう組み合わせで持っておくと、基本カードが使えるところはどちらかは使えますよっていう状態になるんですよ、日本だと。その2チーム制を覚えとかなきゃいけないですね。そう、だから組み合わせでね。アメックス、ダイナース、JCB。たまに5枚ぐらいカード持ってるのに、ビザとマスターしかない人とかいるんですよ。いや、どれか JCB にしなかったんですかみたいな。なんかでもとりあえずビザ好きな人は私の周りにもいましたね。なんかビザにしとけば大丈夫みたいな。あ、そうですよね。うちの会社でクレジットカードの決済システムを下ろすっていう仕事をやってるんですよ。はい。ではお店なんかにクレジットカードシステムを入れてもらうっていう、うんうんうん、お店が新規開業するときにカードを入れるじゃないですか。カード決済システムを入れる、うん、その時にビザとマスターは審査が同じなんです。はー。で、JCB の審査を通したら、アメックス・ダイナースももうついてくるんですよ。
はいはいはい。まあ、多分アメックスとダイナスって海外の会社なんで、JCB に審査を任してるんですよね、多分。だから JCB が審査して OK だったらアメックスもダイナスももう使えるようになるんですよ。決済手数料というもの、ランニングコストも全部一緒なんですよ。ビザマスターと JCB アメックスダイナスで分かれるだけなんで。っていう仕組みになってるんで。なんかたまにレジとかでカード使いますって書いてある場所に、ビザ JCB だけ記載してるとことかって。うんうんうん、あれもじゃあ書いてないかも、書いてないけど、そのビザとか JCB って書いてあったら他のカードも使える可能性がある。使えますよ、基本は。使えるんですね。ビザも JCB も審査が通ってる。要は使えるっていうことは、もうマスターもアメックスもダイナスも使えるんですよ、確実にその店は。なんとなくお店側がもしかしたら分かんないだけでやってみたら使えるみたいなこと。まあ、店員さんが知らない場合っていうのは本当あるんで、まれに。JCB が使えるのに、アメックスが使えないと思い込んでる店員さんとかたまにいるんで。はい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 。だから JCB 使えるのにアメックス出したら、いや、アメックスは使えませんって言われることあるんですよ。はい。いや、でも、いや、大丈夫だから一回切ってみてって。いや、すみません、アメックス使えないんですよ。いや、大丈夫だから通してみてもらえます、一回って言って、あれ通りましたみたいな。やってみたいってやってみよう。JCB とアメックスはね、一緒ですから使えますよ。店員さんに教えてあげた方がいいですよ。それ、ちょっと、でもいつか、それ、私、一回多分私、それであの使えなくて、いつも使ってないカードとか使ったこととかが結構最近あるんで、今度そこを利用してって。まあ、そんなもんですよ、ほんとブランドって。そうなんですね。わかんないって怖いですね。そんなもんもわかんないと、なんか、もっと複雑に考えますね。何なんだろう。あ、そうですよね。はい。まあ、迷ったらビザマスターにしとけばいいと思います。迷ったらビザマスター。はい。まあ、世界中どこ行っても、まあ、一番使えるのはやっぱビザなんで。うん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 。日本でもね、多分ビザが一番、なんかね、JCB が日本の会社だから、日本では JCB が一番使える加盟店が多いとかって言われたりするんですけど、うん、体感から言ったらね、どう考えてもビザマスターが多いんですよ。ああ、そうなんだ。はい。で、大体審査もビザの方が通りやすいんですよ。なんかそのイメージはありがとう、ビザ。あの審査っていうのは、お店側が決済システムを入れるときの審査ですね。だからビザだけ使えますってお店。そう、多いでしょ。あの、田舎と、旅行に行くと特になんかビザだけ使えますとかって。JCB って審査厳しいんですよ。しかも時間もかかるんですよ。導入してからすぐビザマスター使えるようになるんですけど、はいはい、JCB とかは大体後から使えるようになるんですよ、大体。へー。どう考えてもビザマスターの方が普及してるはずなんですよ、日本。早ければやっぱそっち普及しますよね。で、世界でもビザマスター使えるから、まあ結局ビザマスター持っとけば。とりあえず迷ったら。とりあえずそっち持っとけば、OK。うん、いいかなと思います。っときもそっち持っとけば。まず OK。まあ、できたらもう反対勢力もね。うん、そうですね。はい。わ、はい、かりました。じゃあ、ビザと JCB の違い、本当それぐらいっていう感じですね。はい、とりあえずビザ持っときましょう。間違いないです。あ、すっきりした。わかりました。まあ、ビザとね、JCB の違いというか、まあ、ビザマスターと JCB とアメックスダイナースっていうグループに分かれてますよっていうところをね、今日お話ししていただきました。はい。ありがとうございました。